インレバーや。セミコンレバーや。行くね。行くね。せーの。やりましたね、じいさんや。こんなばあちゃん入れるんじゃなかった。お疲れ様です。はい、お疲れっす。お疲れ様です。はい、今日はイケボ、シバリ村、カワボ、シバリ村、ブサボ、シバリ村、皆さんよろしくお願いします。パパ、説明していきたいと思います。パパ？パパと説明していきたいと思います。おー、番長、お疲れ様です。しないな。おー、元気？え、その声は普通なんですね。これ普通でいいです。いや、これ今普通に喋ってますよ。うわ、マジで。え、まず、じゃあ待って待って、見分けさせて。じゃあ、普通でそれでしょ普通喋ったら。いや、これ普通にこれだよ。イケボは？いや、だからさ、どうしたらいいんだろうって思ってさ。羨ましいなぁ。地声でイケボって羨ましい。お、サイポーさんだ。サイポーさん、ちょっと聞きたいな。あ、いいですよ。え、マジでやばくない？元気か、お前。お腹の血なじゃねえか。え、元気か。リサトランさん？そう。リサトランだよ。めっちゃいかっけんだけど。すげえな。リサトランだよ。リサトラン。お前誰だ、お前誰だよ。リサトランかっけえ。なんか変なやつ。いや、それ釣られる時のポンズさんよ、それ。リサトランかっけえ。あたこ。あの、俺バイタル情報あるぜ。おお、ジルさんかっけえ。セキュリティが光ってんのは僕はエンジンルームで見たよ。違う、もう工藤新一じゃん。一緒にサイプルと見てたんだ。工藤新一だ。あそこがセキュリティか。新一いるだ。もしかして汚ねえ声のやついるからとりあえず殺すか。汚ねえやついるぞ。誰だよ。緑なんか喋ってみろよ。ネジネジだね。そうだな。ネジネジってなんだ。なんか一人だけ違うな。赤尾明がおるよ。一人だけ違うな。ネジネジだね。喋れば喋るほどやばいって。そうだ。あいつがそんな汚いやつ仲間なわけで。頭いっちまってるよ。いっちゃってるわ。頭いっちゃってるわ、これ。頭いっちゃってるな。もう頭いっちゃってるとかじゃないんだ。頭を言われちゃってるよ。でもイケボじゃなくなってるよ。いや、どう死の釣られたよ、カメラ見てたのはリンネと、サイポヨなんだけど、俺サイポヨしか見えてねえから。うわ、正直カメラの使い方がわからない。いい声だな。男より男より。アニメ見てる。レタス、玉ねぎ、トマト。レタス、玉ねぎ、トマト。めっちゃ、なんか宝塚よりのいい声だね。ザコルさんはもう霊界キュンキュンしたんよ。思い出した、バンダイっていうのが見えた。バンダイ、ちょっとバンダイもしやってたら。じゃあそんな呼ばれ方したらちょっとドキッとしちゃうよ。君を俺だけのものにしたい。ちなみにバイタル見てたやつとかいねえのか。リアクター鳴ったタイミングでミサトランが左側に来たのは俺は見たぞ。ちいちい、リアクター鳴ったタイミングでバイタルを見たら死んでいたから死体探しを始めた。なるほど。データ点頑張って。その直前ミサトランとサイポヨがメインホールを走っているのを見ている。チェックメイトだ。ちょっと待って、おばごめん、水浮いた。ちょっと待って。ちょうどサイポヨが2人で歩いてるのを見て、マハさんのチェックメイトで飲んでた水全部出た。いや、でも兵長すごい似てました。似たったね。
偽物編。もう今日はあれだな、進撃の巨人最終巻が発売されたあらしいですね。トレンドになってた、みんなありがとうね。そんな似てないよ。言ったけど、あの言ったけど。ナイス。ありがとうお姫ちゃん。みんなさん結構白く見てる。ありがとうね。誰気持ち悪いね声。みんなもちょっと白目で見てるよ。もないでほしい。あれ？なんか最初来たって言った人いなかった？今の何？そんなことない、みんな可愛い、みんな可愛いよ、ここにいる人たち。みんな可愛い、優しいね、しずちゃん。でもね、こういう女に限って裏ではね、陰口言ってるよ。なんてこと言うの。あれこれやばいわ、これ。あ、ごめん、あ、ごめん。どんどん女性陣からの好感度下げていくやつ。ポンズ野郎つる。ボタンね。みんな持ってないよ、ボタン使っちゃった。いやいやいや、猿猿、めちゃくちゃ猿だって。あんた猿なのよ。それではブサボ縛り村です。よろしくお願いします。よっしゃ。いや、どんな声出そうかな。おお、ナイス。はい、ピーノがしました。ナイスボタン。ナイスだね。ありがとうございます。倒る人を拾ってたのこざる。誰も死んでないか。誰も死んでないんだな。わかった。助けるよ。はっちゃん、もうボタン押さないで。押せない。皆さんに覚えていてほしいです。僕もボタン押しません。スキップしてください。わかりました。いいよなぁ、このタスクいいよなぁ、いいよなぁ、いいよなぁ、このタスクいいよなぁ、すごいこのタスク、このタスク簡単だよなぁ、いいよなぁ。みんなちょっとコミショなんで、ちょっとすみません、わかった、バイバイ。いいよなぁ、ダウンロードいいよなぁ。メイスでシウネ殿とシャワーを浴びていたでござる。拙者は死体はどこにあったんですか。どこにあったの。赤、水色、白、黄緑できないんだったら残りはどうじゃい。浮いてるかもしれないから先に言うね。ダウンのところにいたよ。荒地の魔女が。ちなみに今回バンダイ殿どちらでした。あ、だから鉄棒だけで立てコックピットとはまた難儀な。それは絶対に嘘ではないな。老人ホームなんよ。停電を直したのは誰だ。いや、もう死ぬです。シグネちゃんのパンツ。アーカイブラウンジーリンネバーヤーテンポーデッキー行くね行くねせーのやりましたね、じいさんや。こんなバーチャー入れるんじゃなかった。やられた。またやりましょう。はい、またやりましょう。ありがとうございました。やりたいね。